隠れ穴へようこそ、ハリー。私がどんなに心配したか分かってるの？ベッドは空っぽで、メモ1枚残してない。しかも車はどこへ行ったか消えてしまってる。本当に生きた心地がしなかったわ。まったくもう。でもママ、庭に出て庭小人の駆除をしてちょうだい。さあ全員でやるのよ。ハリー、あなたにもやってもらえるかしら。まずは練習してみよう、ハリー。やってみるよ、ロン。夏休み中ダーズリーの家にいたから自信ないけどね。すっごくいいじゃないか、ハリー。ビーンズをたくさん集めるんだ。ホグワーツでいくと役に立つよな、ベッド。もちろん役に立つさ、特に俺たちには。呪文を習えばきっとうまくいくはずさ。いいか、ハリー、隠れ穴に転がってるものには全てフリペンドの呪文をかけられる。呪文を唱えた後、すごい発見があるかもな。ここにも庭小人がいるぞ。見ろ、あの上にいる。いいか、ハリー、しっかり狙ってフリペンドの呪文で庭小人を落とせ。フリペンド、やった。やったじゃないか、ハリー。あいつら逃げていきやがった。また百味ビーンズだ。ハリー、我が家の洗濯機くんだ。え？パパの魔法でさ。うまくいったとは言えないよ。戦う練習にはちょうどいいぜ。戦う？動き回ってドアが開いた時に呪文を唱えろ。ビビるな、噛みつかないよ。ドアが開いた時しか効かないぞ。ドアが開いた時に呪文を唱えろ。台所にも欲しいな。カエルチョコレートが必要みたいだな。ほらよ、カエルチョコレートにはフリペンドを使うんだ。じゃ、いよいよ庭小人だな。魔法使いのカードじゃないか。いっぱい集めるぞ。庭小人を駆除しよう。一匹でも残ってたらママが簡単に怒るからな。見ろ、一匹いるぞ。まずフリペンドの呪文を唱えて庭小人をクラクラに。
わあ、僕もやりたい。次に庭小人を掴んで振り回し、庭の外に放り投げろ。すごいな、フレッド、特に飛んだ。ホグワーツでリンズが組み立つはずだ。俺の記録は破れないな。すごい。いいか、掴んだら振り回して庭の外に放り投げろ。やった。それから駅でしょ。初めてなのに庭小人駆除がとても上手ね、ハリー。ギルデロイ・ロックハードと同じぐらいの腕前じゃない。ありがとうございます。ウィズリーおばさんは水曜の朝早くみんなを起こした。おばさんが暖炉の上から植木鉢を取ると、みんなはフルーパウダーを掴んだ。ハリーは煙突飛行をしたことがなかったので、粉を炎に投げ入れた瞬間、熱い灰を吸い込んでしまった。ダイアゴン横丁、まるで巨大な穴に渦を巻いて吸い込まれていくようだった。ハリーは目を開いていようとしたが気分が悪くなった。目を閉じ止まってほしいと願い、そして倒れた。ダイアゴン横丁じゃないぞ。ドラコと父親のルシウスだ。ドラコ、一切触れるんじゃないぞ。ご無沙汰だね、防人君。マルフォイ様、おいでいただきましてありがとうございます。魔法省が立ち入り調査をすることが多くなり、私も少々物品を持っておるので、都合の悪い思いをするかもしれない。なるほど。で、それらの物品もお売りになるので。そうだ、明日館の方に取りに来てはくれんかね。では明日お伺いします、マルフォイ様。
わあ、ルーモスの呪文だ。これで抜け道を探せる。場所があるはずだ。
ギルデロイ・ロックハートはライラック色が好きで、世界から悪を追い払い、ロックハートブランドの整髪剤を売り出そうとしていることをご存知かしら。ハリー、ハリー、あなたがあまり遠くに行ってなければいいけどって心配してたのよ。どうしたの？ジニー、元気がないみたいだけど。煙突飛行がうまくいかなくって、持ってたものを全部落としちゃったの。探してきてあげようか。ありがとね、ハリー。でも自分のものを買いに行った方がいいんじゃない？学用品のリストは？2年生用の基本呪文集をフローリッシュ&ブローチ書店で、薬瓶を薬問屋で買います。みんなでフローリッシュ&ブローチ書店へ行きましょう。ああ、これも必要じゃない？煙突飛行をした時暖炉に落としたのよ。シックル銀貨だ。ありがとうございます。さあハリー、書店に行きましょう。それをもらえますか？2年生用のミランダ・ゴズホークの基本呪文集ね。ああ、それなら1シックルだよ。この本を読めば、もっと強力な呪文が唱えられるようになるんだ。そうだ、君だけにこっそりヒントを教えよう。杖にパワーを貯めて、準備ができたら呪文を唱えるんだ。ただ気をつけて、呪文のパワーを貯めすぎると大変なことになるぞ。どうもありがとう。呪文の本は買えたの？はい、ウィーズリーおばさん、早く覚えたことを試したいです。どこで持ってたものをなくしたんだい？真鍮製物差しは魔法動物ペットショップあたりで落としたみたい。羽ペンはギャンブル&ジェープスの中にあるはずよ。スペロテープを落とした場所にはハグリッドがいたわ。きっと漏れ鍋だと思う。魔法動物ペットショップとギャンブル&ジェープスと漏れ鍋か。よし、ジーニーのために言ってくれるなんて、あなた本当に優しい子ね。ああハリー、どうもありがとう。それじゃあ新しい呪文を試してみて。きっとあの樽を壊せるはずよ。フリペンド！すごいよハリー、さすがね。シックル銀貨だ。フリペンド！シックル銀貨だ。フリペンド！シックル銀貨だ。フリペンド！シックル銀貨だ。シックル銀貨だ。フリペンド！シックル銀貨だ。フリペンド！
すみません、薬瓶はいくらですか？8シックルだよ。やった！毎度、薬瓶にウィッケンウェルド薬をたっぷり入れていって構わないよ。薬はそこの大鍋に入ってるから。どうもありがとう。真鍮製物差しはここだってジニーが言ってた。フリセンド！動物に餌をやるんだからって。フリセンド！人の動物にちょっかい出すのはやめろ。言っただろ小僧、もうやってないんだよ。言ってくれ。たく近頃のガキは。気をつけていけばバレずに通り抜けられる。そこにいるのは分かってるぞ。自分の音で気をそらすことができるから。なんだ、そこにいるのは分かってるぞ。一生見つからないかと思ったよ。ここはギャンボル&ジェイプス、いたずら専門店だ。臭い玉はいくら？10個入りで4シックル。これをやってみるか。てっぺんに当てるにはフリペンドの呪文を正しく唱えんとな。フリペンド！いいぞ、完璧な呪文だ。フリペンド！フリペンド！ペンだ。フリペンだ。
ドアには鍵が。10個入りで4シックル。臭い玉だ。あ、これは臭い玉だ。いい買い物したな。